発援助等及び沖縄北方問題に関する特別委員会を開会いたします。委員の異動についてご報告をいたします。高橋勝則君が委員を辞任され、永井学その補欠として永井学君が選任されました。政府開発援助等及び沖縄北方問題対策樹立に関する調査を議題といたします。 まず政府開発援助等の諸方針について、上川外務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。上川外務大臣、はい、政府開発援助等および沖縄北方領土、北方問題に関する特別委員会の開催にあたり、ご挨拶と所信を申し述べます世界は今歴史の転換点にあります。 ロシアによるウクライナ侵略、中東情勢、気候変動や感染症をはじめとするグローバルな課題、こうした複合的な危機の一方で、グローバルサウスと呼ばれる途上国、新興国の重要性が増しています。日本は責任ある主要国として、すべての人が平和を享受できるよう、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を維持強化し、 誰一人取り残さないという SDGs の理念を踏まえつつ、人間の尊厳が守られる安全・安心な世界を実現するための外交を推進していかなければなりません。そのためには、外交の最も重要なツールの一つである ODA の一層戦略的・効果的な実施が重要です。本年6月に開発協力大綱を改定し、開発途上国の課題解決と同時に、 対話と共同を通じた途上国との社会的価値の競争により、我が国の社会経済面での成長等の国益実現にも資するような ODA を推進していくことを表明しました。来年は日本が ODA を開始してから70年の節目にあたります。国際社会の平和と繁栄、日本の国益の双方の実現に貢献すべく、 ODA の実施にあたり、次の3点に重点的に取り組みます。第一に、新しい時代における質の高い成長の実現のための取り組みの推進です。新たな開発協力大綱のもと、日本の強みを生かした魅力的なメニューを提案するオファー型協力や民間資金動員型の ODA 等を開始し、官民が連携する形で開発途上国の質の高い成長を実現し、 同時に我が国の課題,解決課題解決や経済成長につなげます第二に自由で開かれた世界の持続可能な発展に向けた貢献です自由で開かれたインド太平洋のための新たなプランの推進に向けた ODA の取り組みとして法制度整備支援や平和構築連結性強化強靭性持続可能性等の実現に資する取り組みを進めます また、力や威圧による一方的な現状変更の試みを許さず、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の維持・強化に取り組む G7 の決意を力強く示すべく、来年2月に開催予定の日・ウクライナ経済復興推進会議等の機会も活用し、ウクライナおよび周辺国への強力な支援に引き続き取り組みます。さらに、ガザ地区における人道危機をはじめ、 脆弱な状況下に置かれている人々への強力な支援も実施していきます第三に複雑化深刻化する地球規模課題への国際的取り組みの主導ですどこですかえ三。 への国際的取り組みののの導です人間の安全保障の理念に立脚し自が培ってきた国際的な信頼は、日本の外交力の源泉となる重要な資産です。こうした信頼に基づき、多様な課題を抱える脆弱国に寄り添い、人間の尊厳を守る日本らしい、きまくまやかな開発協力を進めます。その際には、二国間支援と国際機関教室を戦略的、機動的に活用し、 強力かつ迅速な支援を実施いたしますこれらの取り組みを力強く進める上では、時代の変化を踏まえ、ODA の一層の戦略的、効果的な活用に加え、その基盤の拡充と強化を行うことも不可欠です。同時に ODA は公的資金を原資とした国民の理解と協力に支えられている外交ツールであることは言うまでもありません。 ODA が国民の平和と安定を確保し、国民生活の維持や日本の経済成長に寄与していることを丁寧に説明してまいります。そして ODA の開発効果を最大化させるために、民間企業、公的金融機関、国際機関、NGO、地方自治体などとの連携を強化してまいります。以上の施策を前進させるべく、外務大臣として全力を尽くす所存です。前川委員長をはじめあ 失礼いたたししました藤川委員長をはじめ、理事、委員、各議のご理解とご指示を心からお願い申し上げます、はい、え次に、沖縄および北方問題に関しての諸政策について、関係大臣から発言を求められておりますので、順次これを許します。地味沖縄及び北方対策担当大臣、はい、地味大臣臣 沖縄及び北方対策を担当する内閣府特命担当大臣として一言ご挨拶を申し上げます。昭和47年の本土復帰以降、政府においては沖縄の特殊事情に鑑み、各種社会資本整備や産業振興など、多岐にわたる振興策に取り組んでまいりました。沖縄県民のたゆまぬ努力もあり、県内総生産や就業者数が全国を上回る伸びを示すなど、 沖縄振興は着実に成果を上げておりますしかしながら、全国最下位の1人当たり県民所得や、全国と比べて深刻な子どもの貧困など、なお解決すべき課題が存在しているほか、コロナ禍で傷んだ沖縄経済の再生といった新たな課題にも直面しています。一方で、沖縄はアジアの玄関口に位置する地理的特性、日本一高い出生率などの、 他県にはないい優位性潜在力を有していますこの優位性、潜在力も生かしながら、強い沖縄経済の実現に向けて、沖縄振興策を総合的、積極的に推進していく決意です。こうした観点から、令和6年度沖縄振興予算の概算要求においては、沖縄観光の再生の後押しや、沖縄発リゾート型クリーンエネルギーの促進、 沖縄発、離島型クリーンエネルギーの促進等の各班の施策を拡充し、沖縄科学技術大学院大学、オイスト沖縄の子どもの貧困対策等の予算を増額するとともに、令和6年度中に事業完了予定の沖縄健康医療拠点整備にかかる所要額を計上するなど、厳しい財政状況の下、各事業の所要額を積み上げた結果、総額、 2920を計上していま,すまた、令和6年度税制改正においては、県民生活の安定にも大きな役割を果たしているガソリンや電力の税制措置のほか、観光振興策である沖縄型特定免税店制度について、3年間の延長を要求しています。これまで新型コロナウイルスの感染拡大等により、沖縄経済は厳しい状況が続いておりましたが、 観光収入はコロナ禍前の令和元年度と同水準まで達するなど、回復の兆しも見えてきています。引き続き、リーディング産業である観光の再生や農林水産業をはじめとした各種産業の振興、高付加価値化、そしてそれを支える人材育成の取り組みを支援してまいります。また、県民生活や産業を支える道路、港湾等の社会資本整備を進めてまいります。 首里城の復元については、令和8年の正殿の復元に向け、着実に工事を進めてまいります。沖縄科学技術大学院大学、オイストについては、クリーンエネルギー分野をはじめとした研究力の強化や、新たなスタートアップ創出拠点の整備等の取り組みを支援してまいります。また、台風等への対策として、離島を中心とする無電柱化の加速化を行ってまいります。このほか、 北部及び離島の振興子どもの貧困対策不発弾対策などについても着実に取り組みを進めてまいります沖縄には今なお多くの在日米軍専用施設区域が存在し県民に大きな負担をかけています引き続き沖縄の皆様の理解を得る努力を続けながら沖縄の基地負担軽減に取り組むことが政府の方針です 特に住宅や学校に囲まれ市街地に位置する普天間飛行場については固定化は絶対に避けなければならないとの認識のもと、1日も早い全面変化の実現に向けて政府として取り組むこととしています中流軍用地の跡地利用は今後の沖縄振興の観点から極めて重要な課題です西普天間住宅地区跡地における沖縄健康医療拠点の整備が 今後の跡治療のモデルケースとなるよう、関係機関の連携のもと、令和6年度中の完了に向け、着実に取り組みを進めてまいります。次に、北方領土問題について申し上げます。北方領土は、我が国が主権を有する島々であり、我が国固有の領土です。この我が国の立場に何ら変わりはありません。ロシアによるウクライナ侵略により、 日露関係は厳しい状況にありますが、政府は北方領土問題を解決して、平和条約を締結するという方針を堅持します。また、北方墓参をはじめとする、北方四島交流等事業の再開は、今後の日露関係の中でも最優先事項の一つであります。政府として引き続きロシア側に対し、特に北方墓参に重点を置いて事業の再開を求めていきます。現在、事業を実施できていない状況にあり、 胸を締め付けられる思いを抱いていますご高齢となられた元島民の方々の切実なお気持ちに何とか応えたいという考えにいささかも変わりはなく事業が再開可能な状況となった際には速やかに実施できるようしっかりと準備を整えてまいりますまたこのような状況だからこそ国民世論の高まりが北方領土問題の解決に向けて重要であると考えています そのためには、多くの国民、とりわけ時代を担う若い世代の関心を喚起することが重要であり、引き続き国民世論の啓発等にしっかりと取り組んでまいります。さらに、高齢化が進展している元島民の方々への援護についても、引き続き、後継者の育成、支援等に努めてまいります。本年10月、北方領土隣接地域を訪問し、 元島民の方々の切実な望郷の思いに触れ北方領土問題の解決に向けて全力で取り組んでいく決意を新たにしましたこの決意を胸に刻み着実な取り組みを粘り強く進めてまいります藤川委員長をはじめ理事委員の皆様方の一層のご理解とご協力をお願い申し上げますはいでは上川外務大臣委員長はい大臣 政府開発援助等および沖縄北方問題に関する特別委員会の開催にあたり、ご挨拶を申し上げるとともに、所信を申し述べます。我が国を取り巻く安全保障環境は、戦後最も厳しく複雑な状況にあります。新たな国家安全保障戦略の下、我が国の長年にわたる国際社会の平和と安定、繁栄のための外交活動や経済活動の実績を糧に、 大幅に強化される外交実施体制により、危機を未然に防ぎ、平和で安定した国際環境を能動的に創出するため、外交と防衛を連携させながら、総合的に外交安全保障政策を進めていきます。その中でも、防衛力の抜本的強化や、日米同盟の強化は最も重要な課題です。特に在沖縄米軍を含む在日米軍の抑止力は、 我が国、ひいては地域の平和と安全の確保に不可欠です。こうした観点も踏まえ、米政府関係者と緊密な意思疎通を行ってきております。在日米軍の安定的駐留には、地元のご理解が不可欠です。米軍機等の安全確保や事件・事故防止の徹底について、米側に対して引き続き強く要請してまいります。また普天間飛行場の 辺野古への移設をはじめ、沖縄の負担軽減に引き続き全力で取り組みます。さらに、沖縄のさらなる成長に向けて、国際社会で活躍する沖縄の人材育成に貢献していきます。尖閣諸島をめぐる情勢について、同諸島周辺の我が国領海における独自の主張に基づく中国海警船の活動は、国際法違反であり、断じて認められません。 今後とも日本の領土、領海、領空を断固として守り抜くとの決意のもと、中国に対しては主張すべきは主張し、冷静にかつ毅然と対応していきます。未だに続くロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を脅かす暴挙です。ロシアがウクライナにおける核兵器の使用を示唆していることは極めて憂慮すべき事態です。 我が国は唯一の戦争被爆国として、ロシアによる核兵器により核も、ましてやその使用もあってはならないと考えています。先般行われた G7 外相会合でも、結束して厳しい対ロ制裁や強力なウクライナ支援に取り組む姿勢は不変であることなどを確認しました。侵略開始から1年半以上が経過する中、 日本は力による一方的な現状変更の試みはいかなる場所でも許さないという強い決意を持って、引き続き G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携しながら、対ロ制裁とウクライナ支援を強力にお勧めていきます。また北方領土問題は日露間のの最大の懸案ですロシアによるウクライナ侵略 によって日露関係は厳しい状況にありますが政府としては北方領土問題を解決し平和条約を締結するとの方針を堅持していく考えですその上でロシアとの関係では例えば漁業などの経済活動や海洋における安全に係る問題のように日露が隣国として対処する必要のある事項については我が国外交全体において 何が我が我国国の国益にに資するかかといいう観点から適切に対応していきますまた、北方墓参をはじめとする北方四島交流等事業の再開は、日ロ関係における最優先事項の一つです。ご高齢となられた元島民の方々の切実なるお気持ちに何とか応えたいとの強い思いを持って、ロシア側に対し、特に北方墓参に重点を置いて、 事業の再開を引き続き求めていきます以上の諸問題に取り組むにあたり藤川委員長をはじめ理事委員各位のご理解とご指示を心からお願い申し上げます以上で関係大臣の発言は終了いたしましたこの際副大臣及び大臣政務官から発言を求められておりますので順次これを許します 辻外務副大臣辻副大臣。外務副大臣の辻清人でございます。あの、政府会話、援助等及び沖縄北方問題について上川外務大臣を補佐し、外務副大臣としての職責を全うすべく全力で取り組んでまいります。藤川委員長をはじめ、理事委員各位のご支援とご協力を心からお願い申し上げます。堀外務副大臣。 外務副大臣の堀井岩尾でございます政府開発援助等及び沖縄北方問題について上川外務大臣を補佐し外務副大臣として真摯に職務に取り組んでまいりますなお2人の副大臣の中で私が特に本委員会を担当することとなっております藤川委員長をはじめ理事委員各位のご支援とご協力を心からお願いいたします 工藤内閣府副大臣。内閣府副大臣の工藤正造でございます。自民大臣の指導の下、沖縄政策及び北方領土問題の解決に全力で取り組んでまいります。藤川委員長をはじめ、理事、委員皆様方のご指導、ご鞭撻をよろしくお願い申し上げます。河村外務大臣政務官。委員長はい。 外務大臣政務官の小村正弘です政府開発援助等及び沖縄北方問題について上川大臣を補佐し外務大臣政務官としての職責を全うすべく力を尽くしてまいります藤川委員長をはじめ理事委員各位のご支援ご協力を心からお願い申し上げます保坂外務大臣政務官、はい 外務大臣政務官の坂康でございます政府開発援助等および沖縄北方問題について、上川大臣を補佐し、外務大臣政務官としての職責を全うすべく、全身全霊取り組んでまいります。なお3人の外務大臣政務官のうち、私が特に本委員会を担当することになっております、氏川委員長をはじめ、理事、委員閣議のご支援とご協力を心からお願い申し上げます。小賀内閣府大臣政務官 内閣府大臣政務官の小川雄一郎でございます工藤副大臣とともに、自民な臣を補佐し、沖縄政策および北方領土問題の解決に全力で取り組んでまいりますので、藤川委員長をはじめ、理事委員閣議のご指導、ご弁達、何卒よろしくお願い申し上げます本日はこれにて参会いたします。